買った直後の状況について聞きます。検察は、福間被告が購入した練炭などの数が、犯人の死亡現場で見つかったものと同じであると主張します。寺田さんが遺体で発見された現場にあった数と一致しますが、寺田さんを殺すために買ったのですか？